話がそれだけなら。わかってる。わかってる。でもそんなこと、カオルさんがカオルさんであることに何の関係もないよ。汚れたとか汚れてないとか、カオルさん自身の気持ちじゃないところでそんな風に決めつけないでほしいんだ。全くもってわがままな小僧だな君は。いいか、よく聞け。君はこの上沢市で立派に暮らしているじゃないか。将来の夢とか希望とか友達とか、それから家族もいるだろう。そうだ、宗七君、過去を振り返るのはもうよせ。私が選択を間違ったんだ。そのせいで君に寂しい思いをさせてしまったことは申し訳なく思う。だから。違う。俺だってあの頃に戻れないことくらい分かってる。そうじゃないんだ、俺が言いたいことは戻りたいとかそういうことじゃなくて、あの頃は寂しかった。いつもいつもカオルお姉ちゃんに甘えていた。カオルさんを本当の家族みたく思ってた。そんな過去にもう戻れないってことは俺にも分かる。カオルさんの言う通り、俺には家族もちゃんとできた。そりゃ血もつながってなければ人でもないけど、俺はすずのことを家族だって思ってる。そうじゃない、俺は今のカオルさんが好きなんだ。過去の思い出とかいろいろなものをひっくるめて今のカオルさんが好きなんだ。辛いことをたくさん経験して、でもそこに踏みとどまって足を踏みしめてるカオルさんが、その変わらないあなたが好きだ。私はこんな風にここにいて君に抱きしめられていいのかな。私は人を殺したのに、化け物なのに、心のどこかで嬉しがっている。いいんだ、いいんだよ。しかしカオルさんは化け物なんかじゃない。カオルさんは生きようとそう願っただけじゃないか。でも私は多分どこかで道を誤った。直せばいいじゃないか。戻るのもいい、別の分かれ道を行くのもいい。カオルさんが誤ったことを自覚しているのならば道はいくらでも開けてるはずだ。そうかな。俺もいろいろと道を誤ったかもしれない。でも
俺は今ここにいることが正しいと信じてる。ここで暮らすことが楽しいから、心の底から幸せだって言えるから。でも私は幸せになんかなっちゃいけない人間だと。カオルさん、ならさ、カオルさんは俺に幸せになってほしい？ああ、君が幸せならば私はそれでいい。だったらカオルさんが幸せになってほしい。幸せではないというのならば幸せであってほしい。カオルさん、カオルさんは俺を撃った。俺だけじゃなく他のいろいろなものを撃って殺して傷つけてきたんだ。だけど、だからといって俺や死んだ人間にカオルさんが不幸であるという原因を押し付けてほしくない。いいかい、カオルさん、カオルさんが現在不幸だというのならば幸せになろうとしてもいいんだ。どんな鬼でも外道でも、たとえ俺たちが幸せになってほしくないと思う人間でも。カオルさんが不幸なのは、俺が傷つけられた人間や殺された人間が不幸であると望んだせいではない。カオルさんが不幸なのは、カオルさんがそう望んでいるからだ。確かにカオルさんが傷つけた人間はカオルさんが不幸であることを望んでいるかもしれない。殺された人間は不幸であることを望んでいるかもしれない。だけどそれとカオルさんが不幸であるという事実は別個の存在なんだ。カオルさんはこう思うべきだ。他人を傷つけて踏みにじってしまったからこそ自分は幸せになるべきなんだと。カオルさん、幸せになるのは今からでも遅くない。いいのかな。俺はカオルさんに幸せになってほしい。幸せになりたいと思う。幸せになろうと思う。喪失くん、ずうずうしいと思うんだけど。もちろん協力する。ありがとう。
宗七くん。カオルさん、何かしてほしいこととかある？ああ、私はこのままで構わない。このまま君といるだけで十分幸せだ。そう。何かをなさなければ生きていけない。何かを行わなければ生きていけない。私はずっとそう思い込んでいたんだな。たまにはこうして立ち止まって己を顧みるべきだったんだ。そうすれば道を誤ったことに気づいたかもしれないのにな。大丈夫、今それに気づいたんだから、いくらでもやり直せるよ。ああ、そうだな。足が治ったらさ、二人でこの町を巡ろう。学校にも案内するし、いろいろと名所だってあるよ。足くん、大丈夫、治るさ、絶対に。宗七くん、話があるの。落ち着いて聞いてちょうだいね。何？もしかすると信じてくれないかもしれないけど、クッキー隊長、車準備できました。まあ、ご苦労だった、日高副隊長。は、追跡開始ですか。そうだ、公安の偽装に惑わされるな。あの女の行き先はただ一つ、上沢氏だけだ。よう、クキ隊長。菅原隊長。ああ、仕事を引き継いでいただけるそうですな。そうそう、いや全く厄介な仕事だな。しかしやりがいもある。特に君たちに手傷を負わせるほどの相手だからね。殉職者が1名、それから逃亡者が2名。我々もその鉄を踏まぬように全力を尽くすつもりです。検討を祈りますね。では資料はまとめておいたので、あとはお任せします。
どいていただけませんか。まあ待てよ、区機隊長。トリッツェンだね。トリッツェンとは。俺の隊から3名選出して、君んとこの隊に編入させるよう申請しておこう。その代わり日高レイナ君をうちの隊に編入させる気はないかね。お断りします。何？さあ、行くぞ、日高副隊長。はい。上沢市に向かうとなると、行きはともかくとして帰りがちと時間かかるよな。そうね。場合によっては、1ヶ月程度の逗留も覚悟しないとね。飯塚隊長、飯塚元隊長、そこまでして殺害すればならんと。皆さん、では、お主の事情を鑑みることだ。いいわ、分かってる。場合によっては、私一人で向こうに入る。副隊長、それから一名、飯塚元隊長が最後に何をしようとしていたか知っているか。彼女が上沢市の監視カメラの画像記録を申請している。これがどういう意味か理解できるかね。理由はどう、最後まで武部良一とその少女を追おうとしていることは間違いない。当然これも手がかりと見れば。それじゃあ、まさか。その武部良一という少年と例の少女が上沢市に逗留している。おいおい、茎のおっさんよ。俺たちは例の二人が脱走してからずっと上沢市に入ろうとする陣容の記録をチェックしていたんだぜ。特に10代の陣容は顔に至るまでだ。テリオスク、前前。わった。え、どういうことだ。さあ、まあそこまでは分からんが、少なくとも飯塚薫は何かしらの手がかりを掴んだと考えるべきじゃないか。第16戦闘隊も動いている。急がれば。いや、そう急ぐこともない。何しろ彼らは一から捜査を行わねばならんのだ。一か、そうだ。飯塚元隊長脱走直後から集めたデータは残念ながら凝縮してしまって、つまり情報を提供しようも提供できようもない。何しろ飯塚薫と平野渉がデータを破壊してしまったからな。建前は。